ジュール・セザール・スカリジェジュール・セザール・スカリジェは、フランスの医師、哲学者、文法学者。イタリア出身で、イタリア語名を、ジュリオ・チェーザレ・デ・ラ・スカーラ、本名を、ジュリオ・ボルドーにと言った。ラテン語名は、ユリウスカエ・サルスカリゲル。ルネサンス期における、いわゆる、万能人の一人と位置づけうる博学多才の人物であったが、その名声は主に文法学の分野で形成された。 人文主義者、ジョゼフ・ジュスト・スカリジェの父。1484年に、パドバで細密画家、ベネデット・ボルドに残として生まれた。後年、本人は、ベローナの名からスカーラの流れを組んでいると、主張していた。資料によっては、ベローナのガルテコ北端の町で生まれたとあり、これ出身地をベローナとすると、この主張の意味が解釈はできる。パドバ大学で古典文学を学んだ後、 20年ほどイタリア北部を転々としていたようである。英語版ウィキペディアによると1496年、親戚である皇帝マクシミリアン一世の下に従軍、17年間従軍し、ソルジャーとして、また船長として活躍したようである。1499年のルイ12世のフランス信仰の際、ミラノ公のイルモーロがマクシミリアンの下に亡命し、 フランスとの反撃を企てていた時期であり、この頃のマクシミリアンはイタリアへ関心があった。また、マクシミリアン一世は芸術保護にも熱心で、最終的に1512年には本格的なアルブレヒト・デューラーのパトロンとなる。その際、スカリジェはデューラーの下で学んだようである。1512年、新生同盟戦争のラベンナの戦いで父と兄が亡くなるも、 スカリジェは活躍して表彰される。この戦争はフランスに対抗して、新生同盟が戦ったもので、ブレシアに侵攻した際はタルタリアが致命傷を受けている。その後、ラベンナに侵攻し、フランスが勝つも、軍司令官が亡くなり退却した戦争である。そのため、ここでイタリアにスカリジェは戻ったのかもしれない。本人によれば、 神聖ローマ皇帝やフランス王の下で従軍経験があったものの、通風の発祥によって軍務を離れたとのことであるが、事実関係は定かでない。その後、ベローナで医学を学んだようである。1525年にアンジェロデッラ・ロベーレがアジャン司教に任命された際に司教に随行する形でフランス入りした。司教付きの医師としてアジャンに教を定め、3年後に、 アンディエット・ドラ・ロック・ルーブ・ジャックと結婚した。アンディエットとの間には、ジョゼフ・ジュストを含む15人の子供を設けた。どういう接点によったものかは定かではないが、若かりし、頃のフランソワ・アラブレイやノストラダムスをアジャンに招いたこともあった。ただし、その進行は長くは続かなかった。一員として、スカリジェの性格上の問題点が指摘されている。 彼は博学多才の一方で、自身の能力に対する自負心が並外れていた。また、敵対者には容赦なく、通話を浴びせるなど、いささか気難しい性格で知られていたのである。彼は、当時の著名な知識人たちに対抗心を燃やしたが、とりわけ、気軽ロのラテン語論をめぐって、エラスムスと活発な論争を展開した。1531年。 オラショプロチチェローネコントライラスメム出版。エラスムスの1528年、シスローニアナスを批判した著作。エラスムスの著作はキケロはキリストが生まれる前の人であるため、ラテン語などが聖書を翻訳する言語として適しているのかも論じた。ただし、スカリジェの批判は必ずしもエラスムスの論説の要点を得ていないという意見もある。 エラスムス自身も、この批判には応えていない。エラスムスは、キケロの古典的記憶術を再考発展させた側面もある。1557年、エクセテリカーム・イグザースティシャンズを出版。カルダーノのキスでサタラテイトを批判した著作。この著作においては、自然史的なアプローチをして、百科事典のような知識を披露し、長い間人気を得たようである。カルダーノは、 単一原理である霊魂が秩序を生み出すと考えていた。特に霊魂と熱を同一視し、熱は非物質的なもので、天から与えられたもので、それによって霊魂が与えられるため、世界は単一的な原理から解釈できるとしていた。しかし、スカリジェは、熱は物質的なものであり、さらに単一論で解釈すると観察される、経験的な事実を説明できないとして批判した。 またカルダーノは、プラトン主義の亜種であるとも断じ、アリストテレス主義を揺るがそうとする側面も批判。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは、著書、詩学において、優れた詩的表現の条件として、筋の一致の必要性を説いていた。16世紀のルネサンス活動により、この詩学の一節も、また、再発見されたが、 スカリジェライタリア人文法学者はこれに独自解釈を加え、優れた演劇には筋の位置とさらに時間の位置、場の位置が必要であると提唱した。これは演劇表現に対し、1日で場所を変えず、主筋のみを行うという制約を加えるものであった。しかしこの原則は、戦場的だが、取り留めのないメロドラマが氾濫していたフランスに、 受け入れられ、特にフランスの詩人にコラボアローが古典主義文学として、司法にまとめたことで、17世紀のフランス古典演劇にとって、重要な原則となる。これによって、フランス古典演劇は、コルネーユ、ラシーヌ、モリエールらを中心に発展したが、後には規則を破るコルネーユの試みにより、ルシッド論争が引き起こされる要因となった。ありがとうございます。